どうも皆さんこんにちは、ジョーです。今回はタウンホールレベル6で再現可能なレイアウトの紹介をします。前提条件として今回紹介するレイアウトはタウンホールレベル6で設置可能な施設を全て設置していることが前提条件です。今画面に出ている施設で全てですね。それでは早速一つ目のレイアウトを紹介したいと思います。一つ目のレイアウトはこちらです。よく蜂の巣型と呼ばれるレイアウトです。中央のタウンホールがあるブロックを守るように周りを複数のブロックで囲んでいます。このレイアウトの特徴としてはウィザードの塔と迫撃砲をなるべく壊しにくい位置に置くことでバーバリアンやアーチャー、ゴブリンなどからの襲撃に対応できるようになっています。タウンホールレベル6の時は対空砲が1つしかないのでジャイアントとヒーラーを組み合わせたジャイヒーからの襲撃を受けると村を簡単に壊されてしまう恐れがあります。なのでこのレイアウトでは対空砲を村の中心部に設置してなるべく壊されないようにしています。資源貯蔵施設を外側の壊しやすい位置に設置しているので資源の防衛には向きませんがトロフィーの防衛やクラン対戦に向いたレイアウトです。一つ目のレイアウトの紹介は以上です。それでは次のレイアウトの紹介へ移りたいと思います。次のレイアウトはこちらです。正六角形型やヘキサゴン型などと呼ばれるレイアウトです。こちらも見方によっては蜂の巣型のレイアウトに見えますね。このレイアウトの特徴はタウンホールが壁の外側に出ていることです。資源の貯蔵には向いていますがクラン対戦やトロフィー上げには向いていません。さらにこのレイアウトには特徴があります。このレイアウトは左右からの襲撃には弱いですが上下からの襲撃には非常に強いです。対空砲を村の中心部の近くに設置しているのでジャイヒーからの襲撃にも強いですし主要な防衛施設である迫撃砲とウィザードの塔を一つ一つ別々のブロックに設置することで一つのブロックにある防衛施設が攻撃されても他のブロックにある防衛施設から攻撃することができます。以上でタウンホールレベル6で再現可能なレイアウトの紹介は終わりです。同じような形のレイアウトでも施設の設置の仕方によってレイアウトの効果は大きく変わります。レイアウトで悩んでいる方がいたら今回紹介した2つのレイアウトのどちらかを真似てみて自分の好みにカスタマイズしてみると良いです。それではまた次回、バイバイ。